だ。それって効果あるわけ？ズバ抜けたスピードと動体視力があるね。死体を原型のまま持ち帰るってのはちょっと難しそうだぞ。歯の数が多すぎる。こっちも数を増やせば。そう単純な問題じゃない。最小限これだけというサイズがあるんだ。お、あいつ遅いな。確かにスピードは君が上だが、スタミナがそれほどあるわけじゃないだろう。なあ、今日は走りっぱなしだし、かなりやば。らずに素手でかわしてくれ。無理だよそんなの。お、まさか。こっち。ありゃ、今のは空中衝突だ。しかも自分の触手同士で。だがいずれにしても頭が司令塔には違いない。両腕の動きからは独自の感情が感じられないからな。来たぞ。何度でも逃げてやる。いい場所があった。あの林に入れ。奴の司令塔は優秀ではない。体全体の動きに統一性がないから、転んだり触手が衝突する。何よりも規制部分であるはずの頭がなぜ変形して攻撃しない。確かに両腕など他の規制部分を統率するだけで手一杯なのだ。つまり頭が頭でなくなれば大混乱に陥る。何のことはない。結局敵は一人ということさ。よし、ここで戦う。止まれ。狙うべきは足や胴よりも頭。頭を切り離すのが核。動くなよ。木を盾にして左右上下にかわしながら一定の距離を保ち、線の動きでかわしていれば敵もこっちの動きに慣れ、線の先を読むようになる。そこでいきなり今だ。奴にすれば逃げてばかりの線が突然迫ってくる点になるわけだ。抵抗が垂直に、横が縦に。ただでさえ触手たちを持て余してる奴に点の補足はできない。やった。お前とは前に一度目があったな。お前は先と動きがまるで違う。猿でもあんな動きはできない。林の中が逆に不利になってしまった。乗るぞ。逃げ。